ばあさん、おばあさん、黒ずきんが来たわよ。おばあさん、ベッドに寝てる。それに、なんか様子も変だわ。おばあさん？おばあさんの耳は、どうしてそんなに大きいの？へえ、それは私の声をよく聞くためなんだ。じゃあ、おばあさん、どうしてお年寄りはこぞって髪を紫に染めたがるの？へえ、美容師さんが勧めるとみんな鵜呑みにしちゃうんだ。せっかく派手に染めたのに、なんだかとっても没個性だよね。ねえおばあさん、舛添えはいつ辞めるの？なるほど、のらりくらり質問を交わして夏のボーナスをゲットするまでは逃げ回るんだね。別に弁護士を用意しなくたって、第三者の厳しい目を持つ国民はみんなアウトって思ってたのにね。ねえねえおばあさん、ペコとリューチェルってどうして押されてるの？娯楽が多様化してテレビ局が血迷ったの？はあ、そうか。おばあさん、おばあさん、おばあさん、ペコとリューチェルってどうして押されてるの？次行こっか。おばあさん、おばあさん、栄、難波、博多って来て、どうして新潟に48ができたの？そっか、仙台の女は日本三大ブスって呼ばれてるからなんだ。まあでも私は小型在住だから関係ないよね。ねえねえおばあさん、おばあさん、ブスといえばさ、私ブスだからとか、ブスすぎてつらいとか言ってるにもかかわらず、角度決めて自撮りして一生懸命加工してアプリで加工する女っているけど、あいつらの自己顕示欲って何なの？SNS で死にたいってつぶやくけど、いつ死ぬの？なるほど、メンヘラちゃんの死にたいは今日も元気ですの同義語なんだね。ねえねえおばあさん、おばあさん、東京のお笑いライブは3000円するところもあるのに、仙台のお笑いライブ、いきなりライブは500円。私はどうやって食べていけばいいの？そっか、だからみちてちゃんは収録でコンビニのバイトをしているんだね。おばあさん、おばあさん、水素水って知ってる？なんでも水素が溶け込んだ水は健康にとってもいいらしいんだけど、怪しいよね。どうして人々は水素水なんかに踊らされてしまうの？何度騙されたら気が済むの？どうして楽天の自力優勝は現時点で消えてるの？どうして財宝っていう会社の水は2リットルで260円もするの？どうしてお年寄りがコンビニに財宝のコンビニ支払い用紙を持ってくると切ない気持ちになる？そっか、これからの時代は情報を取捨選択するメディアリテラシーが大切なんだね。うん、それは知ってる。じゃあおばあさん、おばあさんの正体が
オオカミだってみんな知ってるって。知ってる？そばに漁師と石スタン待ってるって知ってる？ねえ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 、絶望した？ねえ絶望した？ねえ理不尽でしょ、これがね社会。漁師さんパーンってやっちゃって。どうしてそんなに近くで見てるかって、それはね、しぶきを浴びたら私も赤ずきんちゃんになれるからだよ。